皆さんこんにちは、ターバラチャンネルのターです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、1月のバラ管理ってことで項目別にですね、バシッとね見ていきたいかなというふうに思います。今ねこちら見えていますのが世界一愛されているバラ、ピエール・デ・ロンサールですね、クライミングローズですね、ツルバラなんですけども、12月中にですね剪定誘引の方がね、バシッと終わって、我が家ね鉢管理なので、用土替えの方と、あとね寒肥の方もねバシッと与えて、あとねカミキリムシ産卵防止網ですね、取り付けたといったね、感じになってます。我が家はね愛知県になるんですけども、ツルバラだったり、シュラブローズのね、誘引タイプといったことで、こちらね川本バラ園のラブロッシュなんですけども、こちらねシュラブローズのオベリスク仕立てにしているので、剪定誘引用土替寒肥の方はね、バシッと終わってますね。でツルバラだったりね、シュラブローズの誘引タイプっていうのは1月末までにはですね、作業の方終わっておくと、よろしいかなというふうに思います。2月になるとですね、枝の方もね硬くなってしまって、曲げるとねバキッと折れてしまう可能性もありますし、2月ね中旬以降になると今度芽の方がね伸びてきてしまって、非常にね剪定誘引作業の方やりにくくなってしまうので、できればね1月末ぐらいまでに、ツルバラとシュラブローズのね誘引タイプの方は終わっておくとよろしいかなというふうに思います。それではね順々に、作業の方ね見ていきたいと思います。はい、まずですね1つ目はブッシュローズのね葉っぱ取りですね。12月ね上旬にはツルバラとねシュラブローズの、誘引タイプの葉っぱ取りをしたんですけども、我が家の場合ですと1月にね、入ったらこちらのブッシュローズの葉っぱ取りをね、全て行って、休眠期にね早く入ってもらうといったね、作業を行います。こちらねデルバールのローズポンパドゥールなんですけども、このようにね葉っぱの方もまだまだあるので、1月上旬になったら葉っぱ取りの方を行うと。でこちらはミニバラの桜なんですけども、まだまだね葉っぱの方たくさんありますね。ミニバラもね同様、1月上旬に葉っぱの方を取り除いて、休眠期にね入れるといったね、作業になります。はい、続きましてね、強剪定になりますね。ブッシュローズの強剪定といったことで、1月はねこちらの作業がですね、メインになってくると思うんですけども、こちら川本ねバラ園の、リナルドなんですけども、だいたいブッシュローズに関しては、樹高のね半分ぐらいにね、強剪定しますね。なので1メートルの樹高であれば50センチぐらいのね、高さに剪定すると。また強剪定にね関しては詳しくね配信の方したいと思いますけども、やはりねこちらの強剪定バシッと行うことによって春はねバシバシッと咲いてくれるので、必ずね行う作業になりますね。はい、こちらロサオリエンティスのピルエットですね。新苗でね今年を迎えしたんですけども、こちらのねピルエットに関してはあまりね成長の方がせずにですね、今ねもう葉っぱもないんですけども、枝の方がですね、だいたい50センチから60センチぐらいのね、樹高といったことで、強剪定ね行ってしまうと、20センチ30センチぐらいのね、樹高になってしまいますし、それに加えてねまだ枝も細いですし、枝も少ないといったことで、こういったね新苗だったり、あとね弱っている品種ですねに関してはまたね強剪定のやり方も違うので、またね追って配信していきたいと思いますけども、全てのね品種を2分の1、半分のね、樹高にするわけではなくて、その子のね、状態に合わせた強剪定のやり方っていうのがね、一番よろしいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、続きましてね用土替えと、寒肥についてですね、以前ねターバラチャンネルでは、ツルバラのね、用土替えと寒肥の方のね、動画を配信しているので、そちらのね参考にしてもらえればよろしいかなというふうに思うんですけども、こういったねブッシュローズに関しても、当然ね鉢バラであれば用土替えの方を行いますし、寒肥の方もね与えるのであれば与えるといったね、作業になるんですけども、当然ね地植えに関しても、寒肥の方ねバシッと与えるんで、このね株の周りですね、少し離れたところに、2箇所ね穴を掘って、堆肥とですね、寒肥としてコップ入り油かすをすき込むといったね、感じになりますね、地植えの場合はですね。以前ねそちらの地植えにね関してモーターバラチャンネルね配信してるんで、少しね参考にしてもらえるとよろしいかなというふうに思います。でこの用土替えに関してはですね、2年にね1回、用土替えの方をね、行ってねいただければよろしいかなというふうに思うんですけども、しかしながらね、毎年毎年ね、やはり新しい土に、入れ替えてあげることによって、株のね、成長っていうのは違うので、できることならね、毎年毎年新しいね、土に
まあ、植え替えてあげるといったことがね、まあ、いいかなというふうに思うんですけども、まあ、非常にね大変な作業なので、まあ、2年に1回といったね、まあ、周期でもいいんじゃないかなというふうにね思います。まあ、そのね用土替えの時にですね、まあ、元肥はね当然入れますし、まあ、それプラスアルファね寒肥の方も与えてもよろしいですけども、まあ、やはりね育てている方のね、まあ、考え方、まあ、育て方によって、まあ、こちらのね、まあ、用土替え寒肥についても違うのかなというふうにね思いますけど、まあ、我が家では毎年ね用土替えの方は行うようにしてますね。はい、続きましてね植え替えについてですね、まあ、こちら見えておりますアップルローゼスさんのサーカスナイトですね。こちらはですね秋の黄苗といったことで、つい最近に我が家のお迎えしたんですけども、まあ、このようにね芽の方ももう動いていないので休眠期にね入っていると思われます。まあ、秋のね黄苗だったり、まあ、この1月になるとね、まあ、予約していたね黄苗が届いたりといったことで、まあ、植え替え作業の方を行うんですけども、まあ、休眠期にね当然入っていれば根っこのねメンテナンスができますね。まあ、根腐れだったり、まあ、岩種のチェックですね。あとコガネムシの幼虫のチェックといったことで、である程度ね根っこの方が張っていれば、まあ、半分ぐらいに根っこの方を切ってね、まあ、植え替えるといったことも可能なので、まあ、なるべくね休眠期に入った状態で植え替えの方ね行ってあげるとよろしいかなというふうに思います。であとね地植えの場合ですね、地植えの場合も休眠期にね入っていれば移植作業といってね、まあ、地植えのバラを掘り起こして、まあ、違う場所にですね、まあ、移植といったね、まあ、方法も取れるんですけども、まあ、そういった場合はね、まあ、地面にまあ50センチぐらいのね、まあ、大きい穴を掘ってそこにですね、まあ、元肥を入れて、まあ、あとはね、まあ、バラの土だったり、まあ、あと堆肥の方をね、まあ、入れて、まあ、植え付けるといったね、まあ、感じがよろしいかなというふうに思いますね。で鉢のね、場合ですと、まあ、当然ね元肥とですね寒肥の方もね与えるのであれば与えるといったね、まあ、感じにしていただければよろしいかなというふうに思います。はい、続きましてね1月の水やりについて見ていきたいと思います。前回のね動画であの水やりが非常に難しいといったことで、まあ、少しね詳しく配信してるのでね、まあ、そちらの方をね参考にしてもらうと、まあ、よろしいかなというふうに思うんですけども、今ね我が家は鉢管理なので、まあ、大体この1月はですね、まあ、2週間に1回ぐらいのね、まあ、ペースですかね。まあ、当然ね雨が降ればそのね水やりの期間というのも伸びますし、まあ、大体2週間に1回ぐらいのね、まあ、ペースで、まあ、行っているかなといった感じですかね。まあ、しかしながらねこの時期っていうのは根腐れをですね、まあ、非常に、まあ、気をつけないといけないんで、まあ、初心者の方はね、まあ、サスティをね使っていただけるとよろしいかなというふうに思います。まあ、あとねお水の量をですね確認するために鉢をね、まあ、少し持ち上げてあげるっていう方法もありますね。なんでねこの時期はですね、まあ、非常にね水やり難しいんですけども、まあ、根腐れにですね、まあ、少し注意して、まあ、水管理の方をね行っていただけるとよろしいかなというふうに思います。はい、最後にねなりますけども薬剤散布ですね。この1月はですね薬剤散布ね1回行います。こちらのねダコニールですね、殺菌剤のダコニール、まあ、葉っぱもないのにね、まあ、どこに一体ねお薬の方をまくんだいといった感じになるんですけども、まあ、黒点病のね、まあ、菌だったりうどんこ病の菌っていうのは、まあ、葉っぱがなくてもね菌が残っている可能性っていうのは非常に強いので、まあ、今あるねこの菌をですねもう確実にねもうなくすために、まあ、こちらのダコニールをですね枝と、まあ、あと土ですね、土の表面に散布してあげるといった感じのね、まあ、作業を行っていただけるとよろしいかなというふうに思います。まあ、こちらのね内容に関してはまたね追って配信の方したいと思うんでね、まあ、1月はこちらのダコニールの方をねバシッと散布するといったことを、まあ、頭にね置いていただきたいかなというふうに思います。はい、今日はですね1月のバラ管理ってことでね項目別に見ていきました。まあ、この1月っていうのはブッシュローズの強剪定、用土替え、寒肥といったことで、まだまだ非常にね忙しい日が続くと思いますけども、まあ、やはりね春の開花バシッとね夢見て想像しながらニヤニヤしながらね、まあ、腰グキッとならないように気をつけながらですね、まあ、冬管理の方頑張っていただければよろしいかなというふうに思います。またね何かわからないことがあればターバラチャンネルのねオープンチャットの方で、まあ、いいですし、まあ、コメントの方でね聞いていただいてもよろしいので、まあ、遠慮なくね聞いてくださいね。まあ、一人でね悩むより皆さんで、まあ、疑問をね共有してバシッとね春に咲かせられればよろしいかなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。